パラダイスズ元ゴートザベッツの山口美希です。ありがとうございました。あっという間だったんですけど、自分でこうイメージをこう提示してでいろいろこう試行錯誤していただいて撮ってもらったんですけど、自分が思い描いていたものよりも本当に何十倍も何百倍もかっこいいものを撮っていただけたし、こうやってヘアメイクもすごく素敵なものを作っていただけたので、出来上がりが楽しみだなと思っています。こういう機会はなかなか得られないと思うので、自分なりにこう精一杯神セブンに選ばれるように、なんかこういい感じに頑張っていきたいなと思います。皆さんもちょっと気になったら、ぜひ私の癖のある歌い方を聞いて投票していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はじめまして、パラダイスズの夢のゆらです。はい、今日はすごい大好きな作品のオマージュということでやらせてもらったんですけど、ヘアメイクさんだったりカメラマンさんもすごくこだわって撮影してくださったので、すごい素敵な体験をさせていただくことができました。とても楽しかったです。敵はたくさんいるんですけれども、自分らしく最後まで頑張りたいと思います。そして選挙を通じてパラダイスズ、そして GoToTheBets ワックを知ってくれる人が一人でも多くいたらいいなという気持ちです。頑張ります。キャンジー P マイカです。本当にこれいつもと風貌が違って、こうなんかほくろをこう描いてもらったりとか、銀座のママを思わせるようなメイクにしていただいたりとかもして、なんかポスターの撮影もちょっとこれは誰もやってないんじゃないかという新しい試みのことをさせていただいて、とても楽しみながら撮影させていただきました。選挙本当になかなかない機会なので、グループを広めるチャンスにもなるし、自分もめちゃめちゃ楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。ここパーティーここです。普段一緒にこうやらないスタッフさんと一緒にこう皆さんいただいて、結構私動きがある撮影をさせていただいたんですけど、すごいたくさん褒めていただいてジャンプのバリエーションとか変顔のバリエーションですごい褒めていただけて、すごく楽しい、緊張してたんですけどすごく楽しい撮影になりました。私が女性アイドルさんもともと大好きだったんですけど、このアイドルの道を志したきっかけがもう紛れもなく AKB48 さんだったので、本当にすごく今回このコラボをさせていただくにあたって、すごくもう昔の自分に言ってあげたいぐらい楽しみにしていたので、総選挙があるということでコラボだけでもすごくありがたい話だったんですけど、もしかしたら柏木さんと一緒にこうアイドルができるかもしれないっていう曲を歌えるかもしれないっていうことで、本当に自分ももしチャンスがあるのなら掴んでいきたいなと、すごく前向きにこの総選挙挑戦したいなと思っております。ワックにこんな人間もいるんだってちょっとでも知っていただけるきっかけになったらなと思っております。ぜひここパーティー国の応援よろしくお願いします。ゆいがドックさんです。今日はラーメンの仏様にしていただいて、初めてラーメンの仏様になりました。すごいです。2メートルぐらいあります。こんな髪の毛を全部上になんて経験、地球じゃできないからすごく嬉しいです。記録より記憶、チャメイビーです。私は映画のポスターのイメージにしたんですけど、すごく忠実に再現していただいて、すごい楽しみになります。15人はワークに入ったばっかりなんですけど、選挙に入れるように頑張ります。